サザーク大聖堂は、ロンドンのサザークにある、大聖堂である。テムズ川の南岸にあり、ロンドン橋に近い。イングランド国教会サザーク大主教区の母教会である。キリスト教の崇拝場所として千年以上の歴史があるが、大聖堂になったのは1905年、サザーク大主教区が成立してからのことである。 1106年から1538年までの間にサザーク小修道院というアウグスティンの会の教会として聖母マリアに奉納されていた修道院解散に伴って教区教会となり改めて救い主イエスに奉納されることになった教会はウィンチェスター教区に属していたが1877年に救い主イエス教会の教区は他の南ロンドン小教区と共に ロチェスター教区に転属した。19世紀に建てられた新郎以外、現在の建物は1220年から1420年の間に建設されたゴシック建築の基本的な形態を保持している。聖堂内部16世紀のロンドンの歴史家、ジョンストーは、修道院解散の前の最後の院長、バーソロ・ミューリンステッドに聞いた聖メアリーのサザーク。 招集動員の起源を記録した。リンステッドは、ノルマイ・コンクエストよりずっと前に、メアリーという名前の乙女が、両親から相続したティムズガー・フェリーの利益により、女子修道院として設立されたと、主張した。後に、貴婦人の推薦によって、被災の学校に変えられた。最後は1106に、アウグスティの会の招集動員として成り立った。 土仙業者の娘メアリー及びその前行は有名となったが、後の歴史学者はリンステッドの物語を修正した。ありがとうございます。